皆様本日はご来場くださり誠にありがとうございますただいまより宮城聡氏による2023年度国際交流基金受賞記念講演会を開催いたします本日司会を務めます国際交流基金の小林と申しますよろしくお願いいたしますまずは講演会の開始にあたり国際交流基金理事佐藤由里よりご挨拶申し上げます皆様こんばんは 国際交流基金理事の佐藤由里でございます本日は2023年度国際交流基金賞受賞記念イベントにお越しいただきまして誠にありがとうございます私ども国際交流基金は国際相互理解の増進や国際友好親善の促進に特に顕著な功績のあった個人団体に対して国際交流基金賞を授与しております 国際交流基金賞は今年度をもって50周年を迎えまして、去る10月18日50周年記念と銘打ち、授賞式と記念レセプションを執り行いました。この記念すべき年の受賞者は、本日ご登壇いただきます、演出家の宮城聡様、小説家の小川陽子様そしてペルー日系人協会です。 宮城聡様は演出家であり SPAC 静岡県舞台芸術センターの芸術総監督を務めておられます体と言葉と音楽とが一体になった独自の手法で祝祭的な舞台空間を作り出し海外公演も積極的に実施され世界で高い評価を得ていらっしゃいますまたご自身の作品の創作上演と並行して 世界で高い世界各地から現代社会を鋭く切り取った作品を日本に招聘するとそして国際映画演劇祭を開催するなど世界を見る窓としての劇場作りにも力を注いでおられますこの秋には2014年のアビニオン演劇祭石切場で 公演で喝采を浴びたことで、えー、よく知られます代表作「マハーバーラタ」「奈良王の冒険」を東京駅前の行幸通りで上演されたり歌舞伎座で「マハーバーラタ戦記」の再演を6年ぶりに実現されたりするなど日々演劇界の話題となっていらっしゃいます。本日は宮城様のの対談のお相手として 舞台俳優の宮城島遥様をお招きいたしました宮城島様は子供の頃からスパックに親しまれスパックによる静岡県内の中高生を対,対象とした国際共同ダンスプロジェクトに参加されるなど宮城様と長く進行を結んでおられますまた東京大学大学院修士課程を 宮城里氏の演劇実践に関する論文で終了したというご経歴もお持ちです本日はこのご縁の深いお二人だからこそのお話をお,お伺いできることを大変嬉しく光栄に存じますそれでは皆様どうぞ最後までゆっくりとお楽しみくださいありがとうございます 続きまして、本講演会を共催いただいております、株式会社、NTT アートテクノロジー代表取締役社長、国枝学様よりご挨拶をいただきます。国枝様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、NTT アートテクノロジーの国枝でございます。えー、今日はご来館いただきまして、誠にありがとうございます。えー、今、ご本人はいらっしゃらないんですけど、最初にですね、えー、まずはあの宮城聡様の、 国際交流基金賞受賞についてですね、お祝い申し上げたいと思います。で、また、この非常に光栄な記念公演の場合にですね、この NTT インターコミュニケーションセンター、ICC をご指名いただきましたこと、太平公演に存じております。この会場になっております、ICC ・ NTT インターコミュニケーションセンターはですね、 えー、1990年に、えー、日本の,あの電話事業が100年を迎えたときの、えー、記念事業としてです、ね、NTT が設立をあの決めた文化施設でございます。えー、97年にあの開館いたしましたので、もう26年、27年目に活動入っているんでございますが、あのテーマといたしましては、えー、アートとテクノロジーがです、ねまあ、融合すると、まあ、どのような新しい表現活動、アートがまあ生まれるんだろうかと。 いうこととをを探求すする活動をずっと続けてきておりますちょうどお手元にもチラシを今日お配りさせていただいたかと思うんですがこの週末からです、ね、坂本龍一さんのお亡くなりになった坂本龍一さんのトリビュート展ですね行うんでございますがこのようなです、ね、いわゆるメディアアートを中心とした展示活動でありますとかあとはそれに関するワークショップカンファレンスあと一時出版なんかも積極的に行って え来ておりますで、えー、とそれに加えてです、ね、あの私が担当してございます NTT アートテクノロジーを NTT グループとして、えー、NTT グループ初の,あの文化芸術の専門の会社としてです、ね、3年前にあの設立いたしました。でそこであのこの ICC の活動に加えてです、ね、デジタル技術を使ってまあ失われていくまあ文化財というものをまあ保存して後世に残すということと。 まあ、デジタル化したデータを使ってですね、新しい、えー、鑑賞方法というものを開拓して、皆様にこうお届けするという活動を行っております。やはりあの今日お手元にチラシを配りさせていただきましたあのデジタル北斎展、えー、今月末まででございますけれども、あの葛飾北斎、世界の誇る葛飾北斎のですね、新しい魅力をいろいろと、い、ま、ろ、あ、んな角度からご紹介するというような展覧会でありますとか、あとはあ、まあ、演劇ではないんですが、 えー、NTT グループが今開発を進めておりますの、イオンというです、ね、新しいあの非常に高速で、まあ、あの低消費電力の回線を使いまして、えー、サテライトコンサートですね、あの全くこう遅延がないもんですから、こう離れたところにいる演奏者がこう共演できるというような、まあ、そういうサテライトコンサート、まあ我々未来の音楽会と題して展開しているんですが、これ、文化村様と一緒に共催で開催したりと、そういうようなまあ活動を行っている。 ところでございますであの宮城様につきましては私あの個人的にはですね、えー、大学の頃から、えー、演劇を、まあ、拝見しておりまして、えー、当時はの東大のです、ね、駒場キャンパスにあります、えー、駒場小劇場ですねもう今は壊されてないんですけれども、えー、そこであの活躍された頃からあの拝見しておりましたでその後のもう本当宮城さんの,あの活動っていうのはもう本当目ま目覚ましくて。 えー、特にやはりまあご紹介になりました2007年にスパックのまあ芸術総監督に仕えてからですね本当にもう世界を舞台に活躍されてまあすごいなというよりはもう本当と驚嘆の思いでですね活動をずっとまあ拝見しておりました、まあ、そんな中、あのー、昨年ですねスパックでのペールギュントの公演をなさった時に終、あのー、演後のアーティストトークのゲストとして 読んでいただきましてあの宮城さんと対話をしましてですね、その中でやはりまあデジタル技術がまあ今後どういう可能性を秘めているかということについてですね、まあ、たくさんの示唆を宮城さんから頂い,いたところでございます。で、今日のあの宮城さんの講演はですね、えー、まあ今まであまりそういう機会はないというふうに伺っているので、非常にまあ貴重なあの講演になると思うんですけれども、これまでの,あの宮城さんの演劇をまあ背景とともに振り返っていただくということとですね、 併せて、あのまあ、これは私どもからも少しお願いした部分であるんですが、まあ、デジタル技術が舞台芸術の中で今後どういうことが求められているのかということについてもです、ね、ぜひまあお話としてまあ触れていただきたいというふうに期待しているところでございます。まままたあの今日のあの講演会の後でですすすね、まあ、宮城さんはますますあの世界で 活躍されると思うんですけれどもまあそのような宮城様のご活躍にですねまあ我々が少しでも何かお役に立てればという機会があればと願っている次第でございます、えー、以上をもちまして私からのご挨拶させていただきますどうもありがとうございましたそれでは本日のご登壇者である国際交流基金賞受賞者宮城聡様対談のお相手として舞台俳優宮城島遥様にご登場いただきます 皆様拍手でお迎えくださいそれではここからの進行は宮,宮城島さんにお願いいたしますありがとうございます えっと改めまして宮城島はるかと申します本日は進行を務めさせていただきますささ宮城さとしさんと宮城島遥さんってあのあの皆さん思ったかと思うんですが名字がとっても似ておりましてあの私の名字の,あの宮城島というのは私静岡県の静岡市出身なんですけどそこのまあ,ある地方のローカル名字であのすごく自分的には宮城島って名字がしっくりきているんですがあの東京の東字は の方とかえ宮城さん,宮城さんえ親戚なのとか親子なのはたまた結婚してるのなんて、ね、言われることもあるんですが全くそういった関係はなくあの演出家と俳優それからまあ研究対象と研究をしていたものという関係しかないです。はい <laughs> たたまたまですが、はいえっと、先ほど少しあのご紹介をいただいたんですけれどもあのそう血縁関係親戚関係はないんですが宮城さんからは本当何というんでしょう芸術上の父といいますか本当にあの深い関係があるなと自分自身思っておりまして2007年にスパックの芸術総監督に宮城さんがあの赴任された時にですねあの ご自身の作品を作るのと並行して、まあ、世界を見る窓としての劇場作りということで、まあ、静岡県内の中高生を対象にして人材育成事業などにこう力を入れて いましたその時私ちょうど2007年の時私ちょうど中学1年生であの宮城さんがプロデュースするそういった人材育成事業に全て参加し宮城さんが作られる作品は2007年以降ほぼ全部見て 紆余、まあ、曲折を得てあの2017年のアヴィニオ演劇祭で上演された「アンティゴネ」で宮城さんの作品に初めて出演をしましたでちょうど同じぐらいのタイミングにあの東京大学の大学院に在籍をしましてあの最初はもう研究テーマは宮城聡さんの演劇論ではなかったんですけれどもあの宮城作品に関わらせていただく中であのこの創作プロセスといいますか現場で 起こっていること宮城さんの作品の現場で起こっていることがとても面白いなと思いそれをもっとこう自分で考えて発信していくことができたらなと思いあの宮城聡の演劇実践に関してあの論文を書きました。あの本日はあの ちょうど今1月に開幕します「バラの騎士」という作品で宮城さんと一緒の現場でいてほぼあの稽古があるときは毎,毎日顔を合わせてあのいるんですけれどもまあすごくこう身近な存在でもありながら研究対象でもあり自分にとってとっても大きな存在である宮城さんのお話をちょっと今日このような形で聞かせていただけるということでとても楽しみなのと同時に すごく緊張しております。はい、本日はあの皆様のあからいただくあの質問などにも、あの答えしながら。まあ、あの数々の作品を生み出してきた。宮城さんの創作背後にある思想や演劇テクテクニックについて。じっくりと伺うことができたらなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。あの早速。 聞きたいことはあの一俳優としても収、まあ、士論文を書いたものとしても、まあ、たくさんあるんですけれども早速ちょっと本題に入っていきたいなと思っておりまして本日の講演会のタイトルになっていますズバリ演劇が国境を越えるとはどういうことなんでしょうか? <laughs>」。 あのそれ僕が今<あ>これからはいはい <laughs> あすみません <laughs> まずあの佐藤さんどうもあの丁寧なご紹介ありがとうございましたありがとうございますそれからあの国枝社長どうもあのこの共催していただきありがとうございます、えー、まあそれでですねこのタイトルなんですけれどもあの最近になってですね僕分かってきたことがありまして。 かつてはどんなジャンル自分がどういう仕事に就こうがですね世界を舞台に活動したいなっていうのはもうアップよリりリというかなんかあらかじめ設定されていることのように思っていたんですねかつては。もうそれはもう僕の世代の、まあ、一種の刻印みたいなものなのかな。 っってていいう,うにも思っていたんです。ただですねじゃあなんで演劇を選んでるんだと世界を舞台に活動したいという欲望がある時まあ欲望っていうのかな目標がある時にじゃあなんで演劇なのっていう、まあ、ここにはあまりその理由を考えたことがなかったんですよね。 一番不便じゃないですか、世界を舞台に活動するのには演劇っていうジャンルを選んでしまったらね音楽とか他のあの芸術ジャンルに比べてはるかに、えー、あの言葉の壁が高いですよね。であの最近になって分かってきたっていうのはなんでその一番 世界で活動しにくいジャンルを選んでその上で世界で活動したいと思ったかそれが最近になってやっと分かってきたとそれはあの本当に、えー、今やっと言葉にできる言い方をするならば人間が共感し 会える存在だだとととと。いうことをか、まあ、か証明したかったっんだなと僕はあの、まあ、本職として演劇に進もうと思ったのは、まあ、20代になってからなんですけれどもそのころにあの、まあ、高校時代ぐらいからですね、まあ、社会運動っていうのかなそういうようなことに少し参加してたんですね。 でまあ、グループがこう日本全国にいろいろあってそういうまあ共通の目的で運動している人たちがいてで、まあ、それはあの具体的に言うと政治犯の救援運動だったんですけどで政治犯が例えば死刑判決を受けるとでそうすると何とかその 原刑しててもらおうっていうっんで、まあ、その政治犯の知り合いの人とかがこうグループを作って、まあ、日本のいろんなところにそういう人がいたんでね活動しているただですね最初のうちはそのともかく死刑判決が出た以上なんとか原刑させよう署名集めたりチラシ配ったりとか集会をやったりとか、まあ、そういうことでみんな一致してるんですけどだんだんとですねそれがあの長くなってくるとその運動の期間が ちょっとしたこう考え方の違いでこう集団が四分五裂していくんですよね。本当にちょっとしたことでなんか一緒にやれねえみたいな感じになっていくんですね。で僕はその大学時代にそういうのを経験して、まあ、非常にその暗い気持ちになったわけですね。その <laughs> 連帯なんて言うけど。 人間に連帯なんて本当にあり得るんだろうかなんと思うようになってで連帯ということがもしないとしたらこの世の中が今より良くなっていくような気がしないわけですね何か今良くないことがあってそれを変えたいと思っても連帯が成り立たないんだったら世の中ってただ流れるに任せるしかなくなっちゃうじゃないかそうすると今ある世の中が今より良くなる可能性自体がもう 諦めなきゃいけないのかな？なんていう気もしたわけですね。で、まあそんなことを思っているうちになぜかこう演劇。まあ高校時代は演劇部でしたけど、まあその時点ではね。さすがにそれを仕事にしようとは思ってなかった。で、再びこう演劇が浮上してきたんですね。演劇っていうのはどうやら？考え方の違う。人間同士が一緒にやれる。 1> ま1つのお皿のようなものなんじゃないか？っていう気がして。演劇というまあ一種のシャーレっていうのかな？こう実験用のお皿演劇っていうシャーレの中でもしもこう考え方が違っているにまあ考え方っていうのは必ず絶対違うんですよね。100人いれば100通りなんですよ。だから、その10人トイレの1人トイレの集団の中で、それでも演劇っていうシャーレで一緒の。 活動ができるならばまあ、連帯あるいは共感ってことも不可能ではないっていうことになるんじゃないかななんて思ってで演劇が僕の中で浮上したのだろうとまあ、後から考えると思うんですねそしてそうだとするとこう地球上にさまざまなバックグラウンドを背負った人間たちがいてまあ、例えば宗教が違うと 宗教が違うってことは一番大事にしているものが異なるってことですよね。一番大事にしているものが違う人同士っていうのは果たして共に働くことができるのか決して分かり合えないんじゃないかって思ったりもしますよね。何しろ一番大事なものが違うんだから分かり合えるわけがないじゃないかと。 まあ諦めてしまうと結局世界のさまざまな争い分断というものはまあ決して解決しないんだっていう結論になっちゃいますよね。で分断が解決しないんだったら世界の争いはどうやって収めるんだそれは力だってことになるわけですね。力を持って黙らせればいいと。うん、まあ今ねそういうことが現に起こっているんだろうと思うんですが力によって黙らせればいいと。 でそんなに世界にこの先僕は生きていたいとあんま思えないわけですよね。分断は諦めるで紛争は力によって封じ込めるそんな地球にこの先に、ね、生きていきたいっていう流れたいっていう気があんまりしないで何かそのどんだけバックグラウンドが異なっていても 分かり合える瞬間というのがある。ということを、まあ、信じたいわけですね。で、その信じる、まあ、一筋の光みたいなものを求めて。演劇によって、世界で活動するってことにたどり着いたんじゃないかなと。さっき申し上げたように、その演劇っていうのは、一番その差が激しい、あの。えっ、ー、と、何しろ、言語が異なる人。 僕らが例えば日本語で演劇をするのを例えばサウジアラビアの人に見せるわけですよねものすごく異なってるじゃないですかものすごく異なってますよそれでもねなんか驚くことにその客席の,あの空気と舞台の空気がなぜかこう一瞬一つになるような瞬間 があったりするんですね必ずいつもあるわけじゃないですよつまりろくでもない芝居じゃそんなことは起こらないと思うんですけども、<laughs> 何かそういうことが本当に稀だけど起こるわけですねでそういう時になんかこうバカな言い方だけど今地球上にあちこちにバラバラにいる人類もね20万年くらい前まではみんなアフリカのとある地域にいたんだから だから分かり合えてもあのおかしくはないよなと何しろ世界にいろんなところにいてバックグラウンドが違う人間も笑い声は一緒じゃないかと、うん、笑い声ごめんなさいね <laughs> 興奮しちゃった<笑>,笑い声は一緒ですよね面白いことにうん笑い声は一緒なんですよだから 考えてみればそういうことからもその人間っていうのはもしかしたら分かり合えるのかもしれないなんてですね思ったりもしてそういうことを求めてまあわざわざその演劇っていう一番その壁の高いジャンルを選んでそれでしかもまあなるべくいろんなところでえ活動したいと思ったのかななんてどういうことかっていうことの 答えにはな,なってませんけどね <laughs> なんでそんなことを目指したのかっていうそうですよねあの私もあのマハーバーラタとかアンティゴネとかであの海外公演にも出演させていただいたりしたんですけれどもあのなんというのでしょう私初めてあのマハーバーラタを見たきにな,なんとあの確か高校生とかだったと思うんですけれども全くなんか話の筋は あんまりよくわからなかったんですけれども、最後こう音楽がぐわーっとこう盛り上がっていくときに、なんかよくわからない幸福感みたいな、なんかわからないけどこうお腹の底がぐっとこう持ち上がってくるようななんか。 言葉にはできない幸福感みたいなものを私自身観客としてなんかこう初めてあの見た時に思ったんですけれども海外でその出演させていただいた時にもうなんか似たような,なんかこ,のこの盛り上がる高揚感みたいなものもしかしたらお客さんも感じているのかもしれないって なんかかあの演技をしながらも何というのでしょう私自身パフォーマーがお客様に何かをこう届けるというよりかはなんかお客様と一体となって言葉も宗教も異なるはずなのになんかこの高揚感みたいな一体となってその場に。 ともにいるみたいな感覚を、まあ、出演者としても観客としても、まあ、味わっていたなとなんかそれこそが私自身が、まあ、宮城聡氏の作品がとっても好きな理由なんじゃないかななんてちょっとお話を伺いながら思っていたんですけれどもあのそうですねあの 私自身はアンティゴ・ネ・マハーバーラタワの演奏あの楽器の演奏隊として出演をさせていただいておりましてなんかそのそうですね宮城さんの、えっと取られる、まあ、演奏俳優が舞台上で演奏をするっていうことであったりですとかあと代表的なあの二人一役っていう手法であったりですとかそういうなんか宮城さんが捉らえるその世界と何と言うんでしょう ももしかししかかたらこう共感できるかもしれない演劇によって共感できるかもしれないっていう希望みたいなものが今スパックそれこそ宮城さんの作品劇団の中で取られている方法論となんかどんなふうに結びついて今に至っているのかなみたいなところが私自身とってもあの関心があるところでちょっとお教えいただけたら嬉しいなぁなんて思います。あ ああ、そいきなりいですかああまりつちょっとあ,っあのまずですね、えー、世界で演劇を上演しようと思った時にあの僕一番最初はですねこういう素朴なことを考えていたんですすごい素朴なことなんですけど。 アメリカで上演する時にはあ2人一役2人一役を思いついた理由なんですけどね2人一役を思いついた理由なんですけどアメリカで上演する時にはそのセリフを言う俳優はアメリカの俳優を起用して動く俳優は日本から行くというふうにすればあの言葉の壁を。<laughs> 言葉の壁を越えられる <laughs> すごい単純ですけどね最初そんなことを考えたんです。あの日本で演劇をやってる時に日本語の,あの理解できる人だけが基本的に観客ですよね日本語話者だけが観客ですよね。そうするとあの 演じる側としてもこの1億ちょっとの観客以外の観客が想定できないわけなんだけどもう一つポイントというか重要なのは俳優が日本語話者じゃない俳優と競い合うことができないんですね。つまり、 日本語がしゃべれる俳優っていうのはそれだけで、まあ、いわゆる非関税障壁みたいなものによって守られちゃってるわけです日本語っていうマーケットにおいてだから例えばロシアにどんだけ素晴らしい俳優がいても日本語がしゃべれないから日本演劇界には参入できないですよねお相撲さんと違ってだから <laughs> <laughs> だから国際化しないわけですねうん。で それが、まあ、逆に俳優の、まあ、一種の孤立っていうかあの本当に自分は今世界にたくさんいる演劇人の一人として活動してるんだみたいな感覚を持てないんですよねなかなかこの閉ざされたマーケットの中だけで活動してるからい、まあ、わば安全地帯みたいなあの、ね、道路の中にある安全地帯みたいな感じになっちゃってるからでそのことを取っ払うことと あの、僕らの作品を海外に出せるってことはほぼ同じ事っていうかと思ったんですね。最初はね。だからまあ、なるべく。その、うん。俳優同士が、えー、こその母語と関係なく競え合ったりこう。共演したりできるうん。共演したりできる、えー、そういうま土、あ、俵みたいなのを作ってみようと思って、二人1役を最初はそう思いついたわけです。 でこれだとねつまり今度はアメリカの俳優が日本に来て動きをやる俳優として演じることができるじゃないですかその動きをやる俳優として見れば日本の俳優もアメリカの俳優も同じ土俵で、まあ、あの競い合えるわけですよね最初はそういうことを考えてたんですで2人1役を、まあ、やり始めた当初はですからそういう実際そういうやり方をしていたんです海外ではね でも、そのうちに。日本の。演劇人として。海外で公演するならば。日本語を喋っている身体を見せなければ意味がない。と思うようになったんです。ここに至るには。あの。少し時間がかかったんですけれど。まあ。 海外の劇団との交流とかするようになってな例えば僕らがそのインドへ行くでインドでそのインドの演劇大学でワークショップをしてインドの俳優がセリフを言い日本の俳優が動きをやりみたいなこととかこうやっていくわけですね。で、まあ、そういう、うん、出会いで今度じゃあ日本で例えばインドネシアの俳優に来てもらって。 演じてもらうとかこうする機会ができ,たできてきたんですけれどもあのインドネシアの俳優がですね、まあ、例えば、まあ、インドネシアって多様なので例えばバリ島の俳バリ島の俳優が舞台に出てきて日本の俳優とこう一緒に出てきて例えば椅子に座るとしますよね。でねあの僕客席で 日本の俳優よりもインドネシアの俳優の方が面白いように感じたんですそのただ歩いて出てきて椅子に座るだけでもこれどうしてかなとなんでただ歩いてただ椅子に座るだけなのにインドネシアの俳優の方が面白く感じるんだろういろいろこう見ているうちに本当に。 ちょっとなんだけど本当にちょっとなんだけど日本語話者だったらそういうふうには動かないっていうようなものすごいわずかなディテールの違いがあるんですね。でそれは僕はまあ本職,本職っていうか演出家だからものすごくこう何度も何度も見れるっていう機会を持ってるのでだんだん分かったんだけど多分ほとんどのお客さんはそのどう違うか といいいうう違いまでではわからないと思うんですただなんとなくインドネシアの俳優を見ちゃったなっていうことになると思うんですね。でこのね、まあ、ミステリーっていうかねなんかなぜか見てしまうっていうこの謎ですよね。これがなぜ生まれるかこの本当に微細な違いがなぜ生まれるかといえばさっきちらっと申し上げたようにそれを使って思考している言語の違い。 つまり僕らはあの日本語話者の場合は日本語で考えてますよね。日本語で考えてて行動してる。もちろん瞬間的に言葉になる以前の行動っていうのもあるけど「あっち」とかこうでも「あ水が飲みたいな」ってこういう例えばこう手を伸ばすみたいなねこういう時に「あ水が飲みたい」ってこう頭の中で言葉が動いたりするわけですね。水が飲みたい 言葉が頭を走るそして行動が生まれる人と例えば「アワナドリンク」とか「アワナドリンクカップ t e ラ」とか思ってから水に手を伸ばす人の行動って本当にちょっとですけど多分違いますよね。 水が飲みたいって主語は何でしょうこれは日本語の文法でよく「象は鼻が長い公文」って言うんですけど <laughs> 主語は何でしょうっていうねあの <laughs> あの面白いでしょ「水が飲みたい」って、えー「水を飲みたいんじゃないの」ってで英語を一旦勉強すると「水を飲みたい」だって思っちゃうじゃないですかでも日本語は「まあ、水が飲みたい」っていうわけですよねでこういうそので で私はっていうのが飛んじゃってなくなっちゃったでしょこういうね言語によって何らかのこう、まあ、制約っていうか行動にまあ何らかの癖みたいなのが生まれてくるわけですよね。でそれは例えばそのバリ島の人の思考というか言葉を使った思考と動きの関係と日本語を思考している人の動きと。 わずかなこう違いを生んでいてでその謎な部分がどうしてか見ちゃうなっていうこの謎な部分こそが日本の演劇人が海外で見せるべきところなんじゃないか。なんかこの人たちちょっっと違ううよねっていうねでそういうふうに思うようになってからはそのさっき申し上げたアメリカでは英語話者を しゃべりに俳優に起用してっていうことはしなくなったわけですむしろ日本語をしゃべってる身体って英語をしゃべってる身体となんかちょっと違うよねっていうのを見てもらう方が本質だって思うようになったんですねちょっとこの辺で一旦はい、はい、ありがとうございますいあの最初に尋ねられたかちょっと忘れましたけどああでもあの <laughs> <laughs> あ確かにその そうですね私が愛があるかないかっていうところがすごくあの興味深いなと思いました。あの私まあ、ちょっと宮城作品ではないんですけど私もあのフランスの,あのカンパニーの中で一人で日本人としてあの仕事をするっていう機会が去年ぐらいにありましてやっぱりなんかその本当にあの外国語を喋りながらクリエーションしている時のなんか自分の体というか私が 出てくるっていう時となんか日本語で物事を考えてる時となんかちょっとこう違う体も思考回路も変わってくるなっていうなんか言語が変わることで蚊は自分のなんかこう体もあとなんか性格もなんか愛,愛の性格になってくみたいなそんな感覚はすごくなんかうん味わうなあなんて思いました。でもよくそうです、ね、日本人は 愛,愛がないんですよねあ私日本語ない今すみませんちょっとあのいきなりすごくあの込み入った質問になってしまうかもしれないんですけれどもあの私が宮城作品をこう分析する上であの捉えた一つの、まあ、考え方としてまあ近代的主体っていう私はこう思って私はこう思っていっ なんだこう考えていて私は自分の思い通りに自分自身の体を動かせて私は何でもできるんだってんかこう近代的主体っていう概念を一つ宮城さんの作品を捉える上で自分の論文の中ではあの用いて、まあえー、と分析したりもしたんですけれどもなんかこう宮城さんの演出作品の中 でまあ、採用される、まあ、いろんな二人一役っていう方法であったりですとかあとまあそうですね「あの弱い演劇師の体」っていう、まあ、あのセリフをちょっとこう棒読みで言うみたいな,なんかそういう実験とかもしていた時があったんですけれどもなんかそういうあとまあ劇中音楽の手法なんかを捉えていくとなんかこうあらゆる作品の中で宮城さんの作品の中でこう私っていうものが なんかこう解体されていっていいいっるんじゃないか私は自分の思った通りに体を動かすことができるとかなんかその私の感情の通りにその言葉が発されるとか私は自分の思った通りに最初から最後までなんかこう美しいメロディーを奏でられるみたいな,なんかそういう私自身が考えていることがそのままこう表現になる。 っていうことがある種なんかこう禁じられているというか解体されているというかなんかそういう視点で宮城作品を捉えてみるとちょっと面白いのではないかなみたいなところが私自身の,あの研究の中で考えたことでありましてあの今ちょうどそのえっと私が水を,取りたい水を飲みたいと言っていま あのその日本語だと主語がないっていうところであの宮城さんおっしゃっていたんですけれども何かもしかしたらその「私」っていう主語があるかないかな日本語にはないその「私」っていう主語の言葉がない日本語だからこそ。 なんか生まれる表現みたいなものがなんかこう2人一役であったりですとか何かそのこ「うこう私」っていうものが解体されるいろんな,なんか方法論であったりですとかなんかそのすみませんちょっとあんまりまとまらなくなってしまったんですけれどもなんかその宮城さんの作品いろいろなことを考えていく上でなんかこう「私」という存在をどう捉えるかっていうところがすごくあの個人的には今自分の中で熱いテーマに なってておりましてちょっとその辺りすみませんぼんやりとした問いかけなんですけれども、はい、それはすごくあの僕が意識していたことですつまりあの西洋演劇と言われるものが、まあ、どこまで行っても近代的自我の何、まあ、て言うんだろう首びきから逃れられないというかそのおまあこお うんまあ、その呪いの下にあるって言ったらちょっとネガティブすぎますけどね結局ねその自分は自分である私は私であるっていうそのいわゆるアイデンティティってやつにその、えー、閉じ込められているとうんまあ僕自身はですけどね僕自身は。 演劇というそのジャンルの目,目的っていうのかな目標地点が、まあ、すごくこう、えー、地上的ってて言ったらいいんだろう恐ろしく現実的なその目標地点がですねものすごく現実的なものになるどういう意味かというと つまり最も正しい近代市民社会の市民近代社会の市民の模範形みたいなものを作ることが演劇の目的目,目的というかゴールになってしまう気がしてなんか僕にとってはそれはあ,のあまりワクワクしないことなんですね。 いやまあ、言い方を変えれば、そのように、えー、つまり一つ前に申し上げた、その近代市民社会の模範的市民、こう人前に立って自分の意見をあの分かりやすく、えー、力強く語れるみたいな、そして常に自分の考えを持っているみたいなですね、こういう近代市民社会の,その模範的な市民、 が俳優というものなんだという考え方がある世界では演劇の地位も高いということは言えます実際ねうん、そういうことは言えるでも僕が演劇に求めるのはそういうなんかひどく現実的なことではなかったんですうん、つまりもっとさっきあの申し上げたもう超壮大というかほとんど夢のようなね こうどんな人間でも共感し合えるみたいなそのほとんど夢のようなことが僕にとってのゴールなので,でそのためには人間っていうもののそのうんまあ地上的な存在である人間っていうもののその地面に 人間をつなぎ止めているその接着剤というか鎖みたいなものをちょんぎるようなパワーがなければいけないしそれこそがもともと演劇が持っていた力ではないかとも思うんです。少しし説明しますとその人間が最初から 現実と少し離れている、えー、人間が最初から現実と少し離れてるとはどういう意味かというと例えばですねその、えー、皆さん「夢」って言葉ありますよね。「夢」あのそれが私の夢ですとかいう時の夢あれはもともと寝てる時に見るものですよねも元は元は。元は 寝ている時の寝ている時に見ているイメージがいつの間にか理想みたいな意味に変わったじゃないですかこれはドリームっていうで英語でもそうでしょどうしてだと思います寝ている時に見えているあの、まあ、イメージがなぜいつの間にか理想のような意味合いに変わったのかでそれはね僕が思うにはですよ僕が思うには 寝ている時にあの頭の中でこう頭というか、まあ、自分の中で沸き起こっているあのイメージには肉体の制約がないつまり自分の肉体っていうその怒りみたいなものがないんですね。寝ている時の頭は肉体っていうあるいは重力っていうそのくびきから 解き放たれているんですよねだからその状態が、まあ、人間にとって何て言うんだろう素敵な状態だと思えるつまり人間は現実にはその地上に縛られているわけです鎖によって地上に縛られているでアートの芸術の多くは多くはこの人間を地上に縛っている 要素そのファクター自体をあえて切り離している。例えば、例えばね、まあ、ダンスはなるべく言葉を使わないということをしている。小説は集団から離れられる。 言葉がなくてもいいとか集団がなくてもいいとかあるいはさっき申し上げた夢のように肉体がなくてもいいこういう人間を地上につなぎとめる3つの鎖のどれかをちょんぎったものが、まあ、多くの場合芸術として人々を楽しませているわけです。 映像には肉体がないとかね何かそういうことによって、えー、と僕らが普段感じている抑圧から少し離れることができてるわけですよね。だから芸術を見るといい気持ちがするのは僕らが引き受けざるを得ないその抑圧の一部がないからですよね通常の芸術はところが演劇は全部あるんですよその抑圧が抑圧というか鎖が。 言葉もある、肉体もある、集団もある。さらに言えば、そのローカリティっていうかね、その気候風土っていうか、その土地で上演されている、仮想空間では上演できないんですね。暑い国なら暑い空気の中でしか上演できないんです。というね、あの地面にあのがんじがらめに縛られている芸術。その まあ舞台俳優がしかし何らかの方法で離陸する離陸するそこに、まあ、いわゆるカタルシス演劇ならではの浄化能力浄化効能があるあの浄化ですね。浄化というのはこの場合スッとするっていうことですけどだからこんだけ縛られちゃってんだぞこんだけ縛られちゃってんだぞってなってる上ででもそれからふっ と離陸する瞬間を見せる。で、まあさっき申し上げたように僕は何かその演劇の力によってすごくいろいろなあの現実に縛られている地球上の多様な人たちがその現実からふわっと浮いて共感してるんじゃないかと思ってるんです。さっき申し上げたそ例えばサブジアアラビアで 僕らが芝居上演してた時になぜかこう空気が一瞬一体化したかっていうその一体したかのように感じたっていう時にそのサウジアラビアの人たちが普段こう縛られてる鎖と日本の俳優たちが普段縛られてる鎖がなぜか一瞬ちょっと切れてふっと離陸してであ今みんな同じことを願ってるぞみたいな瞬間が現れる。 のではないかなと。そう考えると、そのアイデンティティっていうものにえっ、ー、と何て言うんだろう前提を置いてしまうと、それが難しいと僕は思うんですね。うん、その近代市民社会の、えー、模範的な市民になるっていうのがゴールではね、なかなかそうはいかないような気がする。むしろそのさっき申し上げたように演劇は古来もうすごく昔からその現実からのテイクオフ、離陸 その離陸のためにすごくいろんな知恵を蓄積してきているんじゃないか。だから近代になってそのたくさんの知恵をみんなあんまり振り返らなくなっているんじゃないかななんとも思ったわけです。だから僕その2、えー、人一役を始めて始めた理由はさっき申し上げたように非常に素朴なことでした。それからもう一つねもう一つあの始めた理由として2人一役を始めたもう一つの理由は。 あのなんかねこう僕自身が自分の中で言葉と体あるいはロゴスとパトスというか言葉と体が乖離しているっていいいるう感覚を持っていたんですねあのこれ俳優をやったことのある人は多く実感していると思うんですがあの舞台俳優が2人一役じゃなくてもですよ舞台俳優が舞台で何らかの 動きをしている、えー、ときに、例えば、例えばですね、いやー、暑いねで、こういう動きをしたとしますよね、そうすると、お客様は、この人が,この人が体内で暑いという身体的な事件が起こり、でいや、暑いね っていう言葉がその身体的事件から自然と生まれてきてそしてまたこういう動きにそれが自然とつながるっていうふうに思いがちですよねいや思いがちっていうよりもそれをあの自然につながってるって見せるのが上手な演技だと自然と、えー、その反対はぎこちないとかわざとらしいとかですけどつまりわざとらしいと思われる演技は下手くそで。 自然にに見えるる演技が上手だってこといこななってるじゃないですかそうすると体の中で起こった事件体の中で起こった事件、まあ、これは感情と言ってもいいしパトスと言ってもいいけれども体の中で起こった事件から言葉が当然まっすぐつながって「いや熱いね」とういう言葉が出ていてまたそれが自然とこういう行動につながっているこの体と言葉がね あのオーガニックにっていうか自然とこうつながっているっていうふうに見せるように演じていますけど俳優はしかし実際演じている時には「いや熱いね」っていう言葉を言う、まあ、脳みそとそれからこういう行動をするこの時に手をどれぐらい上げるべきかとかねここまでいくと。 スポットライトが顔に影が出るからここまでかとかねそういうことを考えている脳みそは別なんですね。うんま、あの僕ちょっと今、えー、理屈っぽいことを言いましたけどその言葉を言う時におのずと行動が出るわけじゃないっていうことです。言葉を言うから自然とそれに伴った行動が出るってわけじゃないんですよ。 言言葉を言うそれれはそそなんですでその時にじゃあどういう行動をしようかっていうのはそれはそれで2つ別の車輪でねでこれを何回同時に動いてるかのように見せるのが、まあ、上手な演技だってことをされてるわけですねですごい僕欺まんだと思ったんですよそれはだって自分の中で乖離してるのに俳優の中で俳優の中で乖離してるのに それが一緒に動いてるかのように見えてお客さんから「ああいいなあの人は言葉と体が一体化してる」「素敵だな」なんて思われたりしてるそんなの人を騙してるだけじゃないか <laughs> 思ったわけですね。で「乖離してるんだったらもうその帰離してる」ってことをそのまま見せる方がはるかに正直な表現真実の表現じゃないかとも思ったんです。 それでね言葉を言う人は言葉を言う、動きをやる人は動きをやるということも考えた、まあさっき言った理由と、この2つの理由で2人一役を、まあ、考えついたんですね。で、その、えっ、ー、と、あれ、なんでこの話をしたの、えー、この絵をやるとですね、自動的に、ほぼ自動的に、近代的自我を放棄せざるをえないですね。 うん、あの、あそうそう、それでね、僕、それを思いついた頃つまり90年頃ですけど、は、こう思ってたんです、何か社会が非常に高度に複雑になったから、言葉と体が人間の中で分離してしまったんじゃないか、乖離してしまったんじゃないか、だから、ものすごくシンプルな社会だったらば、こんなに分かれてなかった、一体だったんじゃないかみたいに思ってたんです。でその頃僕はだから よく思っっててたのはだって万葉集はとか思ってたんです万葉集、まあ、あれは文字で書かれたものじゃないですもともとね口で言われたものですよねそれを記録したその万葉集、まあ、少なくとも読み人知らずみたいなやつだでその万葉集の歌を読むとなんかその言葉を読むだけでもそれを読んだ人の体がそのまま思い浮かぶような気がしたんですよ例えば「蘇れ」読 みえそうするとねその万葉人のねその「よみがえれ」って言葉が出る時にこう例えば死骸を前にしたねその読んでる人の肉体がねなんかこう見えてくるような気がしてだからシンプルな社会では「 この言葉と体っていうのはもっと一体だったんじゃないかなんて思っていたんです、えー、そうそうなぜかっていうとそのその後、万葉集の後例えば平安時代の和歌とかになるともう全然言葉を読んでも読んでる人の肉体なんか全然浮かばないですからねうんに変わっていったからだからこう複雑になっていくとこうなのかななんて思ったんですあるいはいわゆる都市化都市化っていうねまあ平安朝は一つの都市ですからと思ってたんですけどそれもねそのうちね どうもそうじゃないなって思うようになって人間が言葉を獲得した時点からすでにこの「帰り」は起こってるって思うようになりましたあの言葉を知らない赤ちゃん言葉を知らない赤ちゃんは自分の状態を、まあ、例えば自分ん何らか危機的な状態であるってことを表現しようとして泣いたりあるいは 今自分はいい状態だってことを表現するために笑ったりしますね。で,でその時に周りにいる人はその言葉じゃないけど発散されているたくさんの情報というか、まあ、身体から出ている、まあ、音だけじゃないけどいろんな情報を一生懸命読み込んでるわけですよ周囲の。あの親ばかりじゃなくて 赤赤ちちゃゃんがいいたら赤の他人でもこうやって見ちゃいますよね何が欲しいんだろうとかなんかね今どうしたいんだろうとかでこの世界中から覗き込まれてるんですね赤ちゃんっていうのはねもう <laughs> 誰も彼もが覗き込んでくれるんですよでそのわずかな情報からいろんなことを読み取ろうあお腹が空いてるのかなおしっこがしたいのかななんか痛いのかなとかもうわずかな情報から一生懸命読み取ってくれるでも言葉ができるようになったらどうでしょう お腹が空いたって言ったらもうそれ以上誰も覗き込んでくれないですねあお腹が空いたのねって見てよ見てよと思ってももう言っちゃったらおしまいなんですよ <laughs> そうするとどうなると思います人間嘘を言うようになる嘘っていうものを覚えるわけですね痛くもないのに痛いって言ってみたいとか怖くもないのに怖そうになりたいとかすることができるようになっちゃうわけです 言葉を覚えた途端になぜならば言葉を知る前は世界中が覗き込んでくれたのに意味のある言葉を発するようになった途端に誰も覗き込んでくれなくなるわけです親すらもでこういう経験をほぼ全ての人間がしているわけですよねこの世界から一旦捨てられるという経験ですそしてそれと 全く同時に言葉を獲得するわけですから、まあ、これはアダムがリンゴを食べたっていうことですねうんアダムがリンゴを食べたってことですよねだからその最も幸せな状態から追放されてでもまあそこから知恵というものが生まれるというでその知恵の中には嘘も含まれているわけですけれどもでこの時点ですでに自分の体の中に起こっている実際の出来事と言葉は乖離しています だから言葉っていうのを人間が手に入れてしまったその時点からこの、まあ、ロゴス・バトスの乖離っていうのは起こってるんだってまあ思うようになりましたでまあそれは後でわかるようになったけど、まあ、ともあれそんなようなことが表現できるのがまあ二人一役でこれをあのやるためにはまあいわゆるその近代的自我みたいなものに肯定していることができない。 何しろ言葉は外から入ってきますかあの動いている俳優にとってみれば、動いている俳優にとってみれば、言葉自分はただの瓶みたいになるんです、瓶みたいなものになって、言葉がこう,うわーって入ってくるんですね。ところが面白いことに、ただの瓶になると言葉が入った途端にものすごい出来事が体の中で起こるんですね。うん。ジャムのジャムの瓶にスプーンを突っ込むんだっていうのを。 今でも,もうずっと私は最初分からなかったんですけどあの初めてムーバーをやらせていただいた時にジャムの瓶にねスプーンを突っ込むような感じなんだよって言われてはあって思いましてあ今ちょっと出てきたので思い出しましたすいません途中で <laughs> あいえいえあのいやなんかもうすでに1時間ぐらい経ってるからちょっと次の話題行った方がいいかもしれません あはい次次の話題と言いますとあのそうよくそう近代的自我をしてるしてるっていうのをあの実際に演技として近代的自我を捨ててみるっていうのをやってみるんですけどこれがなかなか難しくてよくあの稽古場で宮城さんあの私には宮城島さんはねあの「感情が体に出ちゃうのが癖なんだよ」っておっしゃってくださって。で なんかな癖でももし感情が出ちゃうと覗き込んでもらえなくなっちゃうっていう、まあ、今あの語られてたそのままの趣旨であの言ってくださるんですけどでもなかなかやっぱり近代的自我を捨てるって俳優のテクニックとしてはすごく難しいなと思いつつ一方でなんかこの私はあの90年代生まれなんですけれども。 割と私たちあの中学高校大学就活っていう過程の中でなんか分かんないけど「あなたは何を考えているの?」とか「あなたは結局何がしたいの?」みたいな自己主張を求められる場あなた自身がしっかりしなきゃダメなんだよみたいなそういう言葉に常にさらされてきた世代なんじゃないかなと思っていて。 だが,だがしかしあなた自身がってあんなに言われていたのに結局なんか現実社会を生きてみると結局私が思,うよ思い通りにできることなんて何もないじゃん結局みたいなそんな事実をなんか普段生きている中で突きつけられてるなっていう風に思った時にじゃあこの先私自身が何,何かこうする。 すすごいパワーーで私がコントロール何かをするっていうことがそ,のそれができるっていう幻想がない時にじゃあどうやって生きていったらいいんだろうっていうふうにまあ考えた時にあの宮城さんがその20年30年培ってきた近代的自我を放棄するそして地上的存在の人間のこう鎖をちょんぎるパワーを持つ。 みたいな演劇の力はなんか私たちの世代にこそというかこれからのうーん世代にこそなんか新しい示唆を与えてくれているんじゃないかなというかまあすごくよ人間ってとっても弱い存在で外側からいろんな影響を受けざるを得ない弱い存在だけれども。 うん、でもそれでもいいしだからこそできる何かがあるんじゃないかみたいな,なんかこれからの世代にこそなんか宮城さんがこれまで培ってきた方法論とか考え方ってすごく役に立つっていうと言い方があれかもしれないんですけど生きてくるんじゃないかなと私自身は思っていて、まあ、だからこそ宮城聡の演技が面白いっていうふうに私は思っているんですがあのお客様からの質問にもありました。あの やっぱりこれから今世界は内向きに入った外的な傾向にある中で演劇また演出家の仕事はどんな影響を与えられると思われますかという質問をちょっと頂い,いておりますが今さっきの,あの宮城島さんの、えー、って言っていた、えっと、感情が外に出ちゃうというのはあので自動的に出ちゃうというより表現してしまうという意味ですよね。その こういうか今私はこういう感情なんだってことをあのついつい表現してしまうっていう表現してしまうとお客さんはもう答えが出てるよとあの問いを問いと答えが両方いっぺんに見えちゃうような感じになってそれ以上覗き込んでくれなくなるっていうねことですけどあのえー、っとねそうそうそのことについて一つだけ言えばあの自分は自分のことをそんなによく知らないって っていうのが重要な、まあ、僕が思うに重要なことであの、まあ、アイデンティティに立脚すると結局ね人間の傲慢っていうものを近代的な人間の傲慢ってものを、ね、克服できないような気がしちゃう。あの近代的な人間の傲慢っていうのはすごく単純に言えば人間は自然をコントロールできるっていう考え方です。 自然の中には当然自分っていうものも含まれてますよね、自分の身体ほど自然の産物はないわけだから、だから自分をコントロールできるっていうことと、その自然をコントロールできるのはこう一体化してしまい、つまり、あのまあ、単純に言えばその、えー、自然を、人間がコントロールすることによって自然のポテンシャルをよりよく引き出そうかみたいな発想になってしまう。 ほったらかしとくよりも人間がちゃんとコントロールする方がポテンシャルが自然が持っているポテンシャルがより引き出されてくるそこまでも神が考えているんだとそこまでやるように神は人間を作っているんだっていうまあ僕からすれば非常に傲慢な考え方で こういう考え方が地球を破壊していくんだと僕は思ってしまうんですけれどもあのでも、まあ、さっき申し上げたように、うん、ヨーロッパの演劇の考え方、まあ、ヨーロッパの演技論のメインストリームの考え方を使っているとここから抜け出せないと思うんですね人間が持っている傲慢さ人間は人間というものは自然をコントロールできるんだっていうこの傲慢さを 抜け出せなないような気がしてその演技の、えー、考え方自体がそれにくっついちゃってるからだからそっから抜け出すにはまずもって自分は自分のことをそんなによく知らない自分の体のことすらよく知らないっていうところに立脚しなくちゃいけないだろういつまでたっても自分の体のことなんてわからないんだよっていうそういう謙虚さに立脚しなくちゃいけないだろう と思うんですね。で、そういう研究者に立脚することと、例えばムーバーをやるときに動きをやるときに瓶みたいになるっていうことは、まあ、かなり近いことなんですね。あのセリフを言う人が動いちゃいけないのも同じで、ものすごくもどかしいんです。俳優にとって動かないでセリフを言うってものすごくもどかしいです。 動きたいっって思っちゃうんですよねでもそれは禁じられているまあ禁じるわけですね。でそういうその自分の能力は本当はこんだけなのにみたいなでも相当こう限定されてしか外に出せませんっていうそういうことがその、うん、傲慢をね傲慢を克服するのに役に立つんじゃないかな。 まあ、謙虚さに立脚できるんじゃないかでよく考えてみるとその、うん、昔からある、ね、演劇とか、まあ、民族芸能みたいなものはみん,なみんなねそういう種類の,その傲慢に陥らないための、ね、知恵が方法論の中に入ってますよね、うん、例えばお面をつけるとかね、うん、お面つけたりすれば自分の表情なんか出ないわけですからね。うん、でまあそれでごめんなさいじゃあその。 えー、その排外的な排他的なうんあの僕今公立劇場のディレクターもやってますよねでこれ演劇論とちょっと違う僕,僕の,あの演劇についての話とはちょっとあの違う話なんですけど。 公立劇場のディレクターとして何が一番の仕事と思っているかというとあのそれはね、えーまあ、全体主義をなんとかそのせき止めること <laughs> と思っているんですね。で全体主義はですねやっぱりあのだんだん近づいてきているというか。 相当近くまで来ているんじゃないかって気がすするんです、ねまあ全体主義ってなんだよってそれはあのまあ一言で言えば少数を排除するっていう排除っていうかいないことにすると少数のあのまあなんとか分子って言葉がありますよね。 反政府分子とかいうその少数の分子をまあいないことにするという、まあ、つまりその排他的排他的そのものですよねなんかこう異なる分子がいたらともかくそれをはじき出すはじき出すかまあえその染め替えてしまうかどっちかですけどでこの排他的なまあ空気って っていうのが日本でも広まってます。それはでも日本のこういうの問題ではなくて、ま世界の世界全体の動きだと思うんですね。で、うん、例えばその過半数の人が。えー とあるその考えにとある考えに賛同したとするともうその考えが、えー、その社会を覆うかというとそんなことはないわけですね。その過半数の人がこう判断したっていうのは確かにその、えー、政権とかにはあの、えー、とそれを覆したりするわけだけれども。 社会それ自体が、えー、全体主義にはならないわけです。全体主義っていうのはあのー、こう風が吹くと何もかもが全てのものがそういうふうに倒れるって状態ですからだから例えば例えばその何がしかこうお危険な考え方の、まあ、例えばそのリーダーが現れて。 でその危険な考え方のリーダーが過半数の支持を得るというだけでは全体主義にはならないんですよね。で少なくとも日本の場合日本の全体主義っていうのはそのリーダーによって導かれたのではなくて下から下からの全体主義庶民の方から うんなんて言うんだろう、まあ、江戸時代の五人組的な考え方っていうかちょっと違うとそれをはじくあるいははじかずにその染め上げるとそういうことをこう人々の方がするでこういうのが日本の の全体主義だととすると例えば100人の中に34人でもこっちから風が吹いてなびかない人がいれば34人でもなびかない人がいれば残りの人たちがあれあの人なびいてないなっていうふうに思う。みんななびくのが当然だよね っって思って思る時にそうじゃない人がいると冷静になれるっていうか「あれ当たり前こうなるのが当たり前だと思ったけどそうじゃないのかな」と「こうなるのが当たり前かと思ったらそうじゃないのかあの」つまり下からの全体主義っていうのは「こうなるのが当たり前でしょ?」「そうだよね」っていう。こうなるのが当たり前でしょ それはそうううだよね、うこういう感じですよね。でもそうじゃない人が少しいればねこれは少しなんです少しでもいいんです過半数じゃなくても少しでもいるとあれってこうちょっと冷静になれるこの冷静になるっていうところが演劇でもできる芸あの劇場みたいな大して大きくない組織でもできることのような気がして。 人を冷静にさせる働き、うん、だからえまあみんな世の中みんないやいやそうだよねそうだよねと思ってる時に劇場見たら「あれ劇場違うじゃん劇場にいる人違うじゃん」って思うもちろんこの時に <laughs> 劇場も染めちゃえって人ももちろんいますよ。いるけれども中にはねあれ当たり前にこうなると思ったらそうでもないのか 当たり前じゃないのかとと思思ってくれるる人もいると思うんですね当たり前じゃないんだと思ってくれることがすごく重要だと思っていてそういうことならばあの劇場ぐらいのすごいその何万とかじゃなくて高々かか何百っていう、まあ、なんて言うんだろう箱ですけどでもそれでもなんか可能なような気がするんですだからその全体主義 がこう近づいてくる時に、まあ、劇場っていうのはねすごく重要な場所なんじゃないかなと思ったりするんですね、まあ、ただね公立劇場って戦前の日本にはなかったじゃないですか日本のファシズムの,あの時代に公立劇場ってなかったわけですよねで じゃあ世界のどこにあったかって考えてみるとドイツにはあったんですね1930年代にすでに公立劇場があったんだけど結局ドイツの公立劇場はさっき申し上げたような意味でのその、えー、抵抗はできなかったうん何て言ったらいいんだろうそのえー、っと ギリギリ戦ってるつもりでいたけれども結局飲み込まれていたみたいなそれはね切ないですね、うん、切ないですねっていうのはあれだけど <laughs>、うん、いやギリギリ戦ってるつもりでいたけどっていうのはどういうことかっていうとその例えば1930年代のドイツの公立劇場だと、まあ、ユダヤ人作家のものとか上演できなくなっていくわけですねあのも,うあのも,もろにその上演禁止とかな、ね でそうすると演劇人はどうするかというとユダヤ人作家のものはやめてもそれでも例えばゲーテとかヘルダーリンを上演すれば人々は多少冷静になってくれるんじゃないかと思ったわけですよね。でもそうはならなかったんですね。だからねそういうのを考えるとなんか結構。 うーんと思っちゃうんんですけど <laughs> うーんと思っちゃうっていうか何が駄目だったんだろうなって考えるんですけどねどういうところでもうちょっと違えなくちゃいけなかったのかなって思うんですけど、まあ、あのでもあの全く何の役にも立たないというわけじゃないんだろうというふうにはまあ信じてるんですけどねやっぱり公立劇場で働いている っていう、まあ、自分自身の立場とか宮城さんの様子を一緒に本当にいるとこの問題がやっぱり本当にひしひしと感じるというかあのど,どうしていったらいいんだろうっていうのを私はまだそうそう宮城さんと成熟していないのですぐ流されてしまう時とかもありましてなんかどうすればいいんだろうなっていうのは自分自身すごく考えるところではあるなと思っております。 あの今日はあのも,あのもう一つの,あの講演会のテーマとしてあの従来最もアナログな表現と目されていた舞台芸術が今後デジタル技術に何を期待しているかとすみませんあの話題がちょっとガラッと変わってしまうんですけれどもだからその辺りもちょっとお話ができたらなと思っているんですけれどもあの私自身はあの 本当にすごく、ま、ものすごくさまつな本当に現場のレベルなんですけれども私自身は宮城さんをとってもなぜならあの宮城さんから初めて知ったいろんなデジタルの機能というかがあのたくさんありまして Google フォトとか初めて宮城さんから知りましたしあ,の <laughs> あとこれ時々驚かれるんですけれどもあの 講演が終わった後に、宮城さんあの本番中に俳優たちへの。まあ、脳痛というかダメ出しとまあ言われるものなんですが、あのこの点を注意してください。みたいなことをなんか、多分 ipad で手書きで書いて、それをメールに添付して座組に共有するんですよね。ちょちょっと出していただいてもよろしいでしょうか？あのこれ、実際に送られてきたもの。こんな。感じ っていうのがあるんですけれどもこういうのが毎公演こう送られてきましてこれあの青い線で消してあるのはあの私以外の個人が特定できるものはあの消してあるんですけれどもこのちなみにあのこの「はるか」って書かれてるノーツの自我を消してゆく受動態になった感じでやってほしいっていうノーツが私 一番好きなのを2なんですそれはまあ置いておきましてこんな感じであのデジタルで送られてくるんですね。<laughs> っていうのがあ <laughs> であとですねこれ驚かれるんですけれどもスパックのまあ宮城さんの作品いつからかわからないんですけどある程度投資ができた段階で全ての稽古とか公演の映像が全部録画されておりましてそれが。 毎日毎公演後座組の中に共有されて、まあ、YouTube とかで見れるようになっているんですけどそれが毎日本当に送って送られてきて、まあ、あの制作さんがそういうことをやってくださるんですがなんか。 ある意味なんかこう自分のルーティーンでまあ映像は毎日チェックしてでああ今日ここが揃ってなかったなとかここのセリフの間うまくいくなみたいなものを毎日こうチェックするんですねでそれをこう次の日の稽古であったりですとか本番に活かしていったりとかして私はそれこそ SPAC での出演が俳優としての初めての仕事だったのである意味それがビデオでチェックして。 あの毎回やるってビデ,オがなビデオで記録して確認するっていうことこそがある程度作品ができた段階で作品のレベルを向上させていく上でとっても大事なことだみたいな,なんかこう自然になんかそんな感じになっていて SPAC 以外の場でそういうことをやったらすごく驚かれたりとかしましてなんかこう。 もうそうですしスパックの劇団の中でもそうですしあのデジタルの力はすごく使ってるんじゃないかなって個人的にはクリエーションにおいても思っております。それからあの字幕でもあ字幕じゃないあ質問でも頂い,いていたんですけれどもその字幕の海外での講演の時に、まあ、あの字幕をどうやって見せ方しているんですかみたいな質問これまで取られたアプローチとかをあの質問をいただいたんですけれどもなんか。 こういうこういうなんか字幕とか眼鏡みたいにつける字幕とかを採用していた時とかもなんかあったりとかしましてなんかそうですね私自身はその舞台芸術クリエーションとデジタル技術って割とあってスパックの中ではある種こうくっついてるかもしれないなんって思いながらこんな話題をできたらななんて思っているんですけれども。 すみません私のデジタルの知識が全然ないことがすみません露呈されてしまってちょっとすごいお恥ずかしいんですけどもでもなんかビデオなしでクリエーションするってことがなんか私の中で考えられなくなってしまっている自分がいるっていうなんか面白いななんて思いましてちょっとはいお意見を普通がねむしろまだ手書きなのかって思われるかもしれませんけどあの、えっと、普通演出家は、まあ、僕の世代だとね あのノーツを出す場合は役者もみんな集めるんですよねみんな集めて、まあ、一,人一つ一つ言っていくのが普通です大体いい演出助手がノーツを書き留めていてね本番中に演出家が何かクシュクシュって言ってノーツを書き留めていてで稽古が終わった後また俳優が集まってってやるんです、まあ、これは僕の世代では普通のやり方なんですけれども、まあ、その うーん全員が集まる時間がもったいないっていう感じが僕はしたんですね。あのいやもちろんね、あの演出家によってはね、その、えー、ダメ出しっていうかノーツ自体がその演出家のなんていうんだろうショーみたいになってる人もたまにはいるんですよ。えー <laughs> その時間はそのまあいてよかったって役者たちに思わせるためにねそういうこうテクニックが向上してる人もいるんだけれどもまあ例えばそのスタッフも集めなくちゃいけないとか時々ありますよねスタッフへのノーズとかもねそうするとでもスタッフは次の仕事もあるのにとかいろいろあるその時にじゃあ無駄な時間がない方がいいなとか思ったわけですねまあだったらこう、えー 書いてそのま,ま、まあそのまま送れるからもう送ってしまう方がいいんじゃないかと。であのこういう考え方はつまり演劇っていうものが、まあ、2500年も前から同じようなスタイルで行われている芸術、えー、だからといってその何もかもが、まあ、対面式っていうかなその。 えー、昔ながらである必要はないとで僕ねこういうことを思ってたんですその僕スパック来る前にやっていた劇団の名前がクナウカって言うんですねでこれはあのロシア語でまあ、ちょっと文法的には間違ってるんですけどその科学へっていう意味なんですよトゥーサイエンスなんでこんな劇団名なのかあのそれはね演劇僕らの世代だとやっぱり演劇っていうとこう,うーん 精神主義っていうのかななんかその肝心な部分の周りにその、えっと、創作の本当のコア核の周りにあの雰囲気としてえー、っとこの稽古場はこういうものだみたいなこうなんて言うんだろうしきたりっていうのかな。 なんかそういういいのがくっついてたんですね、僕らの世代だと、うん、でそれは劇団ごとですよ。劇団ごとに違うんだけど、まあ、演出家ごとに違うというかでその、まあ、なんかこう精神みたいな精神っていうと素晴らしいものが感じだけどそうじゃなくて曖昧もことしてるんです曖昧もことしたものがこの一番肝心な表現の核の周りにこうくっついてるんですよ、曖昧もことしたものでそれがもうなんか当たり前ってことになってる。 その集団ではでそうするとその曖昧模糸としたものを例えば新規に入った劇団員はその曖昧模糸としたものをそのやらな自分もやらなくちゃいけないとどうするかっていうとともあれ周りの真似をすることになりますよねみんなが右を向いている時には自分を右を向こうみたいなことにひとまずなるわけですねでねそうすると演技もねあんまり上手にならない 何、うん、でかっていうと例えばそのトレーニングをしてもそのトレーニングの本当のゴール目的は何なのかを考えずにみんなこんな感じでやってるから自分もって思ってやっちゃうんですね。そうそうとんとなくみんな似てることはやれるんだけどでも多くの人がでつまりこれをやると何ができるようになるのってここを把握してない。 っていうのが僕らの世代の演劇界にはよくあったんですね。なので、まあ科学園でつけたのは、その、ど真ん中にはミステリーがある。それは説明できない。うん。これがなぜ美なのかっていうのは、最終的な部分は説明できません。これがなぜ美しいのか <laughs>、これ説明できない。だけど、その周囲に曖昧模倣にくっついてるこの精神みたいなやつは、ほぼ、 分析によって、えー、ルールというかそういうものにこうふ分けできるまあいわゆる科学的アプローチによって明瞭にできるこの曖昧だったものはなんでこんなことが行こんなに一緒にくっついているのかとでこれはそもそもこういうことが必要だったしかしいつの間にかこうなってしまったとかじゃあこのそもそもこういうことが必要な その必要なことをやるにはどうすればいいかとかいうふうな、まあ、いわゆる科学的な分析によってその曖昧もこたるものは、えー、と必要な部分が残せるだろう必要な部分が残せるだろうそして必要じゃない部分は削れるだろうそうすると例えばそのノーツを出すのに役者ばかりかスタッフもみんな集めてみたいなことはそれは必要じゃないから削れるだろう まあいいう,うな考え方をしていたんですね。なそれはのあのいわゆるデジタルっていうこととはあの別次元で、えー、まあ社会科学とか人文科学とかいう時のその科学ですよね。うん、でデジタルについてはね僕面白いなと思うのはあの例えば絵画のその北斎展今ねやってる。 これね「稲葉とナバホの白ウサギ」って芝居をやった時に作った T シャツでね北斎が江戸時代にあのこの「稲葉の白ウサギ」の絵を描いてるなんですけど江戸時代の江戸ってすごいなと思うのはこの北斎の「稲葉の白ウサギ」の絵が。 無料配布すり物って言って、まあ、ノベルティとしてただで配布されてたんですでそんなものを誰も取ってないから今アメリカの美術館にしかないですよね<ー> <laughs> 新聞に織り込まれてるもののような感じですからね、うん、いやすごい、まあ、まあそれはそうかもしてでこのねその,その絵をね あのこうデジタルで記録していく、高精細に記録していくっていうので、僕思いついたっていうか、そういえばそうだなと思ったんですけど、僕ね、中学入ったばかりの頃に、岩波新書でね、名画を見る目っていうね、本が出てた、<laughs> 上下2巻、<laughs> 高階先生の名画を見る目。で 僕それ結構ね愛読してたんですけどね,<ー> <laughs> ねそこに出てくるその写真はね相当クオリティの低い白黒写真でした相当ですよあれ今見れば <laughs> もあの上下にいかんで、まあ、大体時代を追っていくんです最初のうちがヤン・ファン・ヤンファンアイクとかねうんとかなんですよで最後の方がね モンンドドリアンブロードウェブギュギですねあのモマにあるやつ。なんだけどそれがねまあ今思えばね驚くべきクオリティでねモノクロで印刷ででねよく思ったんですけどその白黒の,あの絵を見ている頃にはその文章を読んで面白いと思ってたけど文章を読んで面白いと思ってたけど 本物を見たいっていう欲望はあんまり思い浮かばなかった、うん、こんなにあのひどいあの写真なんだから本物が見たいと思うかっていうとそうじゃないんですよね特に本物を見たいとも思わなかった、うん。だからそのむしろ高精細なも複製を見れば見るほど むしろ本物が見たいと思うようになっていくんじゃないかなと思って人間にはどこかそういうあのつまりデジタルによってその複製が高度になればなるほどむしろ本物の価値が自分の中で上がるっていうことが起こるんじゃないかななんて思いました。実際あの僕クエネヤダ社長から聞いた話ですけどあの お伏せのお寺の天井が北斎の晩年の肉質の、えっと、それをあの高精細のデジタル複製を使ってこう公開したらばお伏せに行く人の数がすごい増えたっていうつまり実物を見たいと思う人がすごい増えたあこんなに高精細な複製だったらこれ見たらもう見た気になるなっていうのはならないってことなんですよねこれ面白いですね。 ほとんど同じじゃん区別つかないよこれ本物に見えるよっていうのを見たからといってこれで満足とはならずにじゃあ本物はって思うようになるっていうのが、まあ、人間の面白いところですね。で、まあ、これがあのあの演劇でもきっとこういうことが起こるだろうつまりあの演劇ってその場に行かないと見れないっていうすごいこうハードルがあるじゃないですか。うん、でしかもそこに入れる人はたかだか何百人とかね。そそういう、いの、 う何て言うんだろう。ハードルが高いっていうか、間口が狭いっていうかで、それこそその東京以外のところに住んでる人にとってアクセスできるチャンスはすごい限られてますよね。で、そういう時にね。そのデジタル技術によって複製でもね。町の図書館で必ず芝居とか結構見れるとかですね。あるいは移動図書館みたいなのがやってきて8本ぐらいね。8k かなんかで見れるとかね。もしそういうことが起これば。 本物が見たいっていう人が日本中にもっとずっと増えるだろうなと思いました、うん、もう複製見たから分かった気になったっていうんじゃなくて本物が見たいって、うん、でそれはあのデジタル技術おそらく全般に言えることだと思うんですけどつまり高精細になればもう本物がいらなくなっちゃうんじゃないかっていう,こう器具は杞憂であってむしろ本物の価値は高まるだろう あるるいは対面ってものの価値は高まるだろうあ例えばねあのトランプ大統領は SNS を使う名人だっていうかそれによって選挙で勝ったとか言われてるけどでも最後の最後後ののは対面の演説じゃないですか、ね、あの人ほど対面の演説を重視した人がいないってぐらいだからあの最後の暴動とかを止められないんですよね重視してるから肉体をうん。 だからまあそういう意味であのどんだけまあデジタル技術が進んでも生身ってものの価値は上がりこそすれ下がりはしないだろうとは思うんですが思うんですがねただ演劇には今もう一つこう僕世界でですけど世界でもう一つ直面している問題があると思っていてそれはやっぱりその生身の人間が 実際その場でやっている演劇を見るのはお金がかかるだから複製を見た人たちがいくら本物を見たいと思っても高いから行かないっていうことがまあ今世界で問題になっているつまり本物を見れる人っていうのがすごくこうまあ言ってみれば豊かな 余裕のある人たちだけにこう限定された特権的な趣味みたいになっていくでそれ以外の人たちはほとんど無料の動画を見る芝居って言っても動画で見てるっていうそういう,こう二極文化が起こっているわけですね、まあ、実際にはでただですねこれもよくよく考えるとそのデジタル化の途中経過にすぎないのかな そういうふうにも思うんです。なんかこう例えば実際今劇場でやると確かにとてもお金がかかってその入場料も高いですね。入場料だけでやってる劇場の入場料はもう今どんどん上がっていますでしょう。うん。でそりゃあそうだなと思うんだけれども、でももしね、さっき僕がそのえっと。 中心部だけはもうこれミステリーなんだからいじれないけど他はなるべくこう科学で分析できるんじゃないかって言ったようにその中心部分は超アナログっていうかミステリーだけどもしその周囲にいろいろとかかっているお金っていうか手間みたいなものをことごとくデジタル化できたらば芝居の入場料もっと下がるんじゃないかなと思ったりもするんですよ。まあ、例えばスパックでやってる時に チケッティングとかねやっぱりずいぶん人手がかかるんですねチケットね、うん、でちょっとやっぱりねこういうところにもねさっき申し上げた曖昧もこたるねその精神主義みたいなのがやっぱり劇場の人たちにはあの残ってるそれはねずっと自分たちが大事にしてきた価値だって思うわけですよね。例えばお客様に実際顔を見て切符を渡したいんだみたいなことですよね。 これ確かにねそれは大事だなって気もしちゃうんだけれどもしちゃうんだけれどもでももしもそういうところを、まあ、あのコストカットっていうかねしていって入場料がもっと安くなってたくさんの人がアクセスできるようになるそのことと天秤にかけたらばたくさんの人がアクセスできる方がいいんじゃないかって気もするわけですよね。だからなんかデジタル技術を もっとこう、今曖昧もこたるその演劇業界にもっと徹底して入れていくことでチケットが安くなるんじゃないかとあとねそれからもう一つあのデジタルによってその、うん、プロセスプロセスを共有することが簡単になってきたさっきあの稽古の時に毎回ビデオが送られてくるって。 あ,のあんなことその20年前だったら大変ですよこれねもちろん動画共有サイトもないしあのこんな VHS の <laughs> ね S, <laughs> <S SVHS かなんか <laughs> なんかそれでこう撮ってねか僕あの。 あの劇団、ね、あのやってた頃にカメラ買いましたけどゲップで買ってましたけど高かったまあそれはともかくでした <laughs> であのこんなねカセットのねあのビデオカセットのそれを見ようっつったってみんなで集まって見るしかないじゃないですかだかそのプロセスの共有もデジタル技術によって随分安くなってるわけですよねでこういうことがあのもっといろいろなレベルで起こるだろう例えば僕たちすででにバラの岸で あの今回取り組み始めたんですけど、まあ、プロセスエコノミーっていう日本,あの,、まあ日本の造語っていうか和製英語があるけどそのプロセス自体を、まあ、シェアしてもらうそこにお金を払ってもらうあの芝居って今までどうしてもこう完成品を見せるんだ完成品だけ売るんだ途中は、まあ、ブラックボックスっていうかそれこそミステリーどうやってできるのか分かんなくていきなり出る。 でその途中見せるのはネタバレとか言ってこう嫌がられるみたいなところがあったんですけどいやいやそうじゃないだろうとむしろその芝居が出ていく過程こそ面白いんだからできていく過程こそ面白いいやそれどころか芝居って実は初日がいても千秋楽に向かってどんどん変化していってどんどん作られていくわけじゃないですかだから実はあれ完成品じゃないですよね実はプロセスを見せてるんですよ演劇って。 そこは映画と違うところですよね映画や小説をねプロセスを見せてるんだけどでもなんとなく完成品のような感じで提供されてるじゃないですかだからそうじゃなくてもプロセス自体を、まあ、お金を出してもらってシェアしましょうとっていうふうに考えていくべきじゃないかだから劇場っていうのが、まあ、いわば完成品を買うところじゃなくてコミュニティなんだっていう考え方ですねうん。 完成品を売っている買いますっていうところじゃなくてそういうコミュニティなんだその窓からいろいろなプロセスが見える場所なんだっていうふうにでこういう考え方はデジタル技術がなければちょっとリアリティがなかったわけです、うん、だからあの演劇は確かにその最もこう2,500年前に書かれた戯曲を未だに上演してるってちょっと驚くでしょ そんな芸術ちょっと他ないですよ <laughs> でてまだに上演してるわけですからだからこんな古臭い表現がまだあるのかっていう側面もあるんだけれどでもさっき申し上げたようになんとなく曖昧もことこう演劇ってこういう感じってなってるのをよくよくこうふ分けふ分けしていけばかなりの部分デジタル化によっていろいろな何、まあ、て言うんだろうそのハードルが下がっていくんじゃないかとは思いますね。 なんか私自身全然デジタルに詳しくなかったことがとっても恥ずかしいなと思ったと同時にあのやっぱり舞台芸術に携わるものとしてどこの部分を対面を大切にするかどこの部分をデジタル技術使ってみるかっていうところをなんかこう常に問い続けるというかまあそういった姿勢がますますこれから 大事になってくるんじゃないかなと。私自身考えなければいけないと思っていた。ところで、宮城さんから今とか、すごく重要なポイントをなんか教えていただけたななんて思いました。あのそろそろ時間が来てしまって、まだまだこんな状態で2時間3時間話が聞けるなと <laughs>。私自身思っているんですけれども、ちょうどちょっと時間が来てしまいましたので、最後に。 何を聞いいたらいいのでしょうあの一言一言,一言な一言何というのでしょうなんかあのあではちょっと個人的にあの今宮城さんこれまでこうずっと,、えー、と劇団やられてきてそしてまあ国際交流基金賞を受賞されて今演出家という立場で、まあ、それこそ若い世代のアーティストまた演劇を志す人に 伝えたいことみたいな部分をちょっと伺うことができたらなと思いました、うん、あの普遍性芸術を志す以上は普遍性どれだけ自分の作品が普遍的か普遍性を持っているのかが 自分の作品を測る物差,しなんだ物差しっていうと変だけど自分の作品の達成度っていうのはつまりはどれだけ普遍性を持ってるかなんだっていう、まあ、僕はそう考えてきたんですね。でそういうふうに考えるからあの最初に申し上げたようなその、まあ、どんだけバックグラウンドが違っても共感っていう一瞬がありえるっていうふうに思うわ,思うわけなんですけど、まあ、つまり言い方を変えれば自分の作品が 日本語ないし日本国土っていうそのローカルな地域の郷土芸能のようなものにとどまってしまえば海外の人も「あ日本には珍しい演劇があるんですね」でこれは例えばその洗練の度合いはあの低いわけじゃないんです。 その郷土芸能ってすごい洗練されているものもあるじゃないですかあるんですよね民族芸能と言われるものの中にものすごく洗練されているものもあるわけですでもそれは何で民族芸能っていうジャンルになるかといえばそれはその地域以外の人にとってはエキゾチックなもの、まあ、いわば日本のものであればオリエンタリズムで見られる。 えー、こういう演劇もあるんですねでもそれではさっき申し上げたようにその共感っていうプルーフあの証明が得られないわけですねで世界の人が「あこの演劇は自分たちが直面している問題と同じ問題を扱っているぞ」と思って

現代世界演劇だと思ってもらえる演劇はどこで分かれるのかでもちろん僕今「世界」っていうすごい大雑把な言い方してるけどこれはもちろんヨーロッパって意味じゃありませんでも何て言うんだろう地地球が地球がが まあみんなこう直面している課題が多分あってまあコロナコビッドなんかほんとそうでしたねあんだけ地球のほとんどのところが一つの同じ問題と直面したってことは歴史上でも珍しかったかもしれないけれども、まあ、でも地球規模で見ればそういうことは あるわけですよねでそういうみんなが実は直面している課題でそのみんなが実は直面している課題っていうのはそうだな例えば環境問題みたいなものはそれは分かりやすい分かりやすいけれども分かりやすいけれどもでもそうじゃなくてですねもっと別のところにもある例えばですよ例えばさっき申し上げた言葉と体の関係 これれ人間でであれば全員が直面してるわけですよね。言葉と肉体と言葉の乖離とかあるいは孤独日本で孤立孤独って言われるけど孤独って問題は人間全員が直面する問題ですよねでこの孤独って問題とも多分言葉が大いに関係しているでこの人間である ってここととはどういうい人間が人間であるその理由は何なのか人間以外の動物と人間を分けているその違いは何なのか人間以外の動物と人間を分けているその違いはいくつか考えられるけれども言葉と体がせめぎ合っているということ。 あの言葉だけで言えば他の動物の中にも持っている動物がいると言われてます今ね、うん、何か情報を他の人に伝える他の個体に伝えることができるって言われてるでもその言葉で考えるっていう仕事はおそらく人間しかしてない言葉を使って考えるっていう仕事はでその言葉を使って考えるっていう仕事をするときに感情っていうものが あの異物としてて立ち会われてくるんですね言葉っていうものとさっき申し上げたように肉体とか感情っていうのは別の歯車でこの2つのものがせめぎ合ういわば緊張関係を持っているこのことは人間誰しもが抱えている課題ですよね。 例えばこういったその世界の人にとって問題であることを扱うことによって日本語が使われている演劇でも日本の郷土芸能ではなく世界の現代演劇になり得るなりうるとまあ僕は思うわけですだからこういうことに是非 取り組んでほしいすごく最後の回答があの演劇が国境を越えるとはどういうことかっていうのの一つの答えなのかななんていうふうに思いながら聞かせていただきましたもっと本当にお話伺いたいところなんですけど時間になりましたので私からの,、はい、あの質問というか対談の方はあのこれで終わりにさせていただきたいと思います。皆様本日はありがとうございました